剣先イカは、ヤルイカ科に属するイカの一種。日本各地、主に日本海から東、シナ海にかけて漁獲されている。赤イカ、白イカ、丸イカ等の地方名がある。また、体長が40センチメートル以上の個体は、別名、弁ケイ,イカとも呼ばれる。いわゆる剣先イ,イカとして刺される古藤イカ型、ズングリムックリとして、ブドウイカ型。 特に小型のメヒカリイカ型の3つに分類されるが、遺伝的には同種であり、環境による変異であるとされる。主に大型の春季成熟群、やや小型の夏季成熟群、小型の秋季未成熟群の3つの成熟群が出現し、漁獲される。前述のブドウイカ型は、秋季未成熟群として漁獲されるが、この秋季未成熟群の成熟や産卵については、よくわかっていない。 県崎イカが漁獲される地域では、その美味しさから、佐賀県唐津市の、よぶこイカ山口県萩市の、すさのおいのちイカご当地ブランドとして売り出している。ところも多く、池作り、天ぷら、シューマイ、塩辛、ご当地バーガーなど、バラエティーに富んだ料理が提供される。また、スルメイカなどと同様のイカ焼きは、もちろん、特にスルメの材料として珍重されている。 古藤イカ型の検査キー以下のスルメは一番スルメと呼ばれ、最も上等のスルメとされる。ありがとうございます。